まあそのまま取っちゃってるかあれですけど、もうサンダーがダメとかだったらさすがにね、あれですよね。これ自分がサンダー引く側になるしかないっていうことですよね。やべえなこれ。サンダーが来たら被弾使いってことだったら、もうこれはもうサンダーが来ない、トゲゾウが来ないことを祈りながらゴールするしかないじゃないですか。動画的な展開を考えても、そのわざと下院にずっといればいいとかだったら確かに被弾せずに終われるでしょうけど、それだったらやっぱちょっとつまんないですから、意識以外だったらなるべくね前行きたいですよね。さあということで3位になってるわけですから、まあ、ここね結構あの人数も少ないですし、あ、寝ないね、なかなかうまくできないですけど、まあ今のでちょっと避けることは